ユビキタスは日本の競争馬。主な価値案はユニコーンステークス。日本中央競馬会に競争馬登録され、3歳の1月に京都競馬場でデビュー。2戦目は降雪による順延の影響もなく、全々非の小馬場条件戦をしのぐ時計にて初勝利を記録。続く3戦目も馬場の渋川ものともせず連勝を果たす。複料ステークス三着を挟み、単語ステークスでは、 後の GI はサクセスブロックンの前に個人を喫するも、昇竜ステークスにおいては、単勝一倍台という圧倒的人気に応え勝利をものにする。さらに6月のユニコーンステークスに出走。ここでも一番人気に応え7場審査の圧勝で、重賞タイトルを獲得した。夏を休養にあて、秋商戦はペルセウスステークスから始動。春シーズンの実績からここでも人気を集めるが、 バンブーエールの2着に敗れる。続く、武蔵野ステークスでも1番人気に、指示されるが菊の去り入れ、サンライズバッカスに刺され3着に敗れた。その後、ギャラクシーステークスに出走、1番人気に指示されたが、見せ場なく12着と大敗した。4歳初戦は1月の名鉄杯。1番人気に指示され、逃げるも直線で、失速、8着に敗れた。 その後、全名症の手術を受け、5月の欅ステークスで復帰。スタートから先行し、直線で大小ジェットに交わされたものの、2着に粘った。3ヶ月の休養後、9月の BSN 賞に出走。後位からレースを進めたが直線で伸びきれず8着に終わった。2009年10月9日付で、JRA 競争馬登録を抹消。光栄。 船橋競馬に移籍して12月9日のふさの国オープンに出走するも再開12着に敗れ、同月中に地方競馬での競争馬登録も抹消された。現在は福島県南相馬市の南相馬市ふれあい牧場で乗馬となっている。2011年の東日本大震災で被災した際には茨城の牧場に一時避難、その後福島に戻っている。 JRA 在籍時の鈴木慎弘調教師にとっては、生後すぐの頃に見て、気に入り、オーナーに購入を、お願いして、重傷を勝つことができた本馬はとても思い入れの深い馬となった。2018年11月、テレビ朝日、その先から知りたいみたいを大追跡の企画で、引退後に、福島でつなぎようされている本馬とおよそ10年ぶりに、 再会する姿が放送された。久しぶりにまたがると、あれこいつ覚えていてくれたのではと感じたという。祖母の前兄に安田記念を制したハッピープログレスがいる。ありがとうございます。